今日は暑いですけど、今日はまあちょっと3、4時間人走りしてきました。一応治ってきまして、ある程度は元に戻しました。しがれ痛いのは2個、1個はこれはPCX に外気温とボルトが付いてないので、これしがれ痛いに差し込んで外気温とボルトが表示するやつ、ヤフオクで買ったやつを設置してます。ただ、もう運転終わった時はもう、ね、抜直なんで、バッテリー上がっちゃうから今外してます。でこちらの方のシガライターはドライブレコーダー、前後カメラの電源だから、これはこっちにつけてます。でどうしてもこのドライブレコーダーのフロント用は車、もともとは車用なんで、どうしても上からこう吊るす方法しか、高い位置から下ろす方法がないので、初めここにつけてたんですが、ここにつけるとメーターがちょっと見づらいので、ちょっと一段高いこれを設置してそこにつけております。逆から見るとこんなのかな、こんな感じになってるのかな。電源がこれで、これがカメラで、はい、これがで GoPro は、まあ、ここにつけたりという感じです。とりあえず一通りは前のやつに戻してあります。はい、こんな感じです。暑かったです今日は。きよしのしみチャンネルです。今日は6月、25日、今日からなんか関東地区も、まあ、梅雨だっていうのに34度とかなんか天気予報すごいことを言ってまして、まあ午前中ちょっとどうしても自分は起きたら土日の土曜日早いうちに洗濯しなくちゃいけないので、部屋干しするやつは、乾燥しないで洗濯と脱水だけで今乾かしてて、それ以外は、まあ、4時間ぐらいかけて洗濯乾燥やるんで、どうしても、まあ、その時間はいなくちゃいけなくて、やっぱり今節電なんで、終わってから、終わったのにずっと取ってやらないとシワになっちゃうし、やっぱりそこら辺良くないし、ね、洗濯物終わったらさっさと電源切って、畳んでっていう、そのくらいはやらないと、まあ、男一人でもそのくらいはやらないとという感じで、おります。でエアコンも、まあ、隣の部屋を今途中で開けて、隣の和室にも行くようにして、今日はしてないです。 200V なんで、電使うとすごい、もう15年前のエアコンなんで 5.6kW なんですけど、多分これで、すごい電気量、やっぱり15年前のエアコンがかかるんで、決して今日とかにはしてないです。だから初めは自動にしてある程度冷やししたら、弱く弱にして、そういう設定にしてます。過去に、私朝起きてつけっぱなしで仕事行っちゃって、18時ぐらいに帰ってきてまたずっとついてたっていうことが何回かあって、その月は最高 1113kWh とか使ってて、本当に反省しております。で電気は本当に節電しなくちゃいけません。でもいいこともしてます。まあ、大震災があって、あの頃は10アンペア高くしたんですけど、大震災でまた元に戻したというふうにアンペア数を変えたり下げてます。贅沢はしちゃいけません。やっぱり福島県の方がいるから、我々電気いただいてるということは常に忘れておいてはいけませんということで、それで今日バイクで走ってきたんですが、まあ、やっぱりこんな感じで、で今日は下妻、道の駅下妻なんていうところも行ってきたんですけど、自分なんかは下妻って言ってたんですけど、下妻が正しいのかな。で一応
これが自分 の, あのバイクの右側の、シガナイターのあー受けに使っている温度と外気温と、ボルトが表示するやつです。 PCX は標準で、メーターがこれないの で, でこれを右側に差し込んでおります。今日はですね信号待ちでは42度までありましたんですね。走ってて39とか38度にはなりますが、やっぱり照り返しのバイクなんで照り返しのもあるんで、もう42度ありましたね。すごいですね。であとは自分で最近新しく、あのトップボックス、後ろのボックスに入れるものとして、これホンダの PCX のキーレスに使う電池2032、これは、はい、お乳です。で一応こっちはあとそのキーレスをこじ開ける1円玉と、あと2032の電池を爪で取れないと思うので、外す金属の薄いやつ、はい、この3つをトップボックスに入れておこうと思います。これね、袋にこっちを入れないとね、プラスマイナスね、おのおの接触しちゃうんで、うまくないんで、といってこれテープを巻いて絶縁しちゃうと、ね、一年中夏なんかもベタベタになって、もう剥がるに、ね、剥がるっつうか、剥がすのにきつくなるので、テープはやめて、一応これだけ別袋に入れて、まあ、袋の小さい方に入れて、で、これをこういうふうに入れてやっております。これをトップボックスに入れております。もうこれで、もし、キーレスも、電池がなくなったとしても、結局ね、そうするとあそこのロックとか鍵の回すところがまるっきり使えなくなっちゃったりすることによって、例えばシートに置いておくなんていうことがね、シートの中がつかね、あそこが開かなくなったり、キー自体操作ね、電池がなくなったらそういう操作一切できなくなるような気がするんで。トップボックスの鍵だけは私は独立して1個持ってますから、常にポケットに入れてキーレスと、か持ってるから、あれだけは違うメーカーのその独立したやつのあれだけは表で鍵で、トップボックス開けてこんなそれをこの中、トップボックスの中にこれを入れとけば、もしキーレスの鍵がなくて旅先で困ったなという時でも、はい、これで電池替えができますので、これは置いとくようにしております。はい、あとは土浦市ではね、広報車が午前中から回ってましてですね、なんだな、もうとにかく高温注意報かなんかで、もう表作業はしないでくれみたいな感じで、ね、言ってましたね。